キウキチャンネル。はい、電流キウキチャンネルをご覧の皆様、こんばんちは、ボトキです。今回はね、天理本通りに来ております。今回は本通りの中のあるお店を紹介したいと思います。行きましょう。今回はこちら、味道楽さんを紹介したいと思います。天理のたこ焼き屋さんといったら、こことイメージされる方も多いではないでしょうか。私も小さい頃はこちらのお店の前を通るたびに親にねだって買ってもらったものです。そんくらい思い出深いたこ焼き屋さんですが、今回はその天理の魅力たっぷり詰まったたこ焼きを食レポしていきたいと思います。そしてそして最後に重大発表がありますので、ご覧いただくようお願いします。早速行ってみましょう。ウキウキチャンネル。味道楽は天理駅から歩いて約13分の場所にあり、不定休で営業時間は11時から17時までです。たこ焼きの味は全部で7種類あり、ソースマヨネーズとからしマヨネーズがおすすめです。プラス50円でチーズを乗せてもらうこともできます。サイドメニューは蜂蜜ソフトクリーム、バニラ、チョコレート、ミックスと4種類あり、大変人気です。今年で創設35年になり、店長の藤田さんは天理生まれ天理育ちで、20年前にこの店を引き継ぎました。以来お客さんに喜んでもらおうと、美味しいたこ焼きを焼き続けています。お待たせしました。こちらがソースマヨネーズになります。ありがとうございます。こちらがからしマヨネーズです。はい、ありがとうございます。こっちがソースで、こっちがからしマヨネーズですね。見てください、これこの鰹節が踊ってる感じ、最高っす。熱々のうちに早速食べていきたいと思います。いただきます。まずはソースから、はい、いただきたいと思います。めっちゃこれ湯気、湯気すごいわ。いただきます。うまい、むちゃくちゃうまいですね。もう一口いただきます。むちゃくちゃ美味しい。もう火傷とか帰り水、急いで食べたくなるような、そんな美味しい味です。次は、からしマヨネーズいただきたいと思います。いや、さっきは火傷しちゃったんで、ね、今回は火傷しないように、ゆっくり食べていきたいと思います。いただきます。うまいっす。うまいっす。むちゃくちゃうまいっす。からしの味が。もっと来てんのかなと思ったら、あっさりした感じで、みんな食べやすくて、ちょうどいい味になってると思います。ウキウキチャンネル。うちで頑張ってる方々に、喜んでもらえるように、日々頑張らさせていただいております。これからもコロナで厳しい状況が続きますが、ぜひご来店お待ちしております。最後にお知らせです。 YouTube 見たと言っていただければ、12月25日までお一人様ワンパック限りではございますが、半額サービスさせていただきます。ぜひお待ちしております。皆さん聞きましたか、12月25日までこちらのお店で動画を見たと言っていただければ、たこ焼きが半額になります。一つ限りです。半額になりますので、ぜひこの機会に行ってみてください。ということで、天理ウキウキチャンネルでは天理の魅力、小島の魅力を随時配信していきますので、皆さんチャンネル登録、高評価の方をどんどんお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。